Hey、 皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうです。パープルアプリサクセスやっていきましょう。今回白水さん高校野手育成やっていきます。イベントデッキはサイリ、アレフト、雷、ルシファー、ライチ、フリストで雅、この6人でやっていこうかなと思います。筋力3人マックスですね。で、まあ今までやったらね、まあ今回ルシファー入れてるんですけど、まあ鳴海とか大谷翔平とかね、あの二刀流ですね、キャラクター入れてたんですけど、3人ぐらいね、あの指導コマンド、例えば金属に指導が来て、まあその二刀流キャラクター指導コマンドで行くじゃないですか。でもチームランクが上がるその能力の、まあ、打撃とか総力とかあるんですけど、あれバラバラじゃないですか、ランダムじゃないですか。でやっぱ代打の神様をエピローグで掴みたいという点で、やっぱね電光石火とか来てしまう、高速レーザー来てしまうっていうことが本当僕よくあるので、あんまりね二刀流に甘えずに、まあこういうね普通のデッキで、普通のデッキっていうかね、まあ二刀流をあんまり入れないキャラクターのデッキで、代打の神様をねこれから狙って育成していきたいかなと思います。アレフト、ルシファー、ライチは試合経験点ついてないんですけどね、45じゃないので、うん、これ45以上の方はぜひこのデッキねいいと思います。うん、まあ今回はちょっと代打の神様を狙いに行くっていう点でね、頑張ってやっていこうかなと思います。でサイリを僕野手で使うのが初めてなんですよね。実は独身術を僕一回も取ったことない。うん、多分経験点でかいんだろうな、おそらく。このデッキでやっていきましょう。はい。でね、まあツイキャスとかで、まあ、見に来てくれてる方たちにね、あの質問されたんですよ。あのパワープロアプリの、まあパワープロですね、パワープロのキャラクターの中で彼女キャラクターですね、誰が一番タイプですかって。で僕その時ね、せっちゃんって言ったんだよね。うん、せつこ、せっちゃんが一番まあ好きですねみたいな、なんかお菓子作ってくれるしみたいな言ったんだけど、変わった、俺サイリですわサイリめちゃめちゃ可愛いやん。多分ね年上好きな子からしたら分かると思う、この苦しみを、このね僕の気持ちを分かってくれると思う。なんかサイリのね、なんか目を細めた感じのシーン、後で僕そこスキップオフにしようそれがめちゃめちゃ可愛いよ本当に。いやこれ共感してくれる方多いと思うけどね。まあ大都の神様と、まあサイリ目当てで今回やってます。はい、そしてライチ呼吸が弱くてよかった。まあ、とりあえずセク2までは指導コマンドは本当に気にせずに追っていきたいかなと思います。あとアベヒーパワーヒー広角ですね、特にライチ今回連れてきているので、まあアーティスト掴むという点で、まあ不確定なんですけどね、まあパワーヒッターのコツ3は必要かなと思います。いいね、かわいいね。お、いきなりやん、もう俺すぐ妄想いっちゃったよ練習見ずにすぐ妄想いってもた。甘えるぜ、俺年上に甘えたいからねあかん、こんなんとったら甘えたと思われたら嫌やな。今も友達じゃない、いいね。まあサイリはね、練習か、まあデート5回目終わって6回目以降ですねでしか評価上げれないので、はい、まあ、評価をしっかり追っていきつつね、上げていきつつ、まあデートをね、クリスマスまでに4回クリアしたらね、クリスマスで打球のみもらえますよね。3、コツ3ですね。あれでかいよね。さあ、サイリ姉さん、サイリいないな。サイリ結構ね、練習来ないと思うんだよね。なんか投手育成ずっとやっててね、まあ、精密機械ですね、あの時のってか、金徳は。あ、いるやん。結構練習来なかった覚えがあるんだよね。お、ナイスナイスナイス、いいぞ。よし、ええタイミング。まあライチはね、ほんと45で試合限界でつきますけど、35でも十分強いんでね、うん、十分強いと思う。よっしゃ、いいね、いいぞ。5% 怪我せんへんよ。よし、俺たまに 5% 怪我するからね。よ、しかも実況動画やってる時に限ってよう怪我するからね
お、これはね、まあささやき炙り取りたいけど体力ないときはもう真ん中で体力回復します。あ、いいぞ、これ序盤やったら全然 OK。 あ、早いタック。難しいな、48勝てるんかな。あ、勝てるね。ここね、まあ弁償ポイントも上げたいんですけど、あ、でもこれは多分追いつかなかったよね。おそらくこのデッキだと敏捷総力ですね。総力が多分 A とか B はいかないかなと思ってます。うん、あんまりでも逆に言うと総力多いすぎると電光石火もらう可能性も上がってしまうし、本当難しいと思います。 OK。 てか僕鼻声じゃない、大丈夫かな。あのね、みんな厄年って信じる？俺一切信じひんねんけど、だって厄年の時に僕一回も風邪とか事故とかかからんかったしね、嫌なこともなかったし。でも厄年じゃない、今年俺ね、もう元旦からやで、正月からね胃腸炎かかったんよ。で熱もね38度ぐらい出て、もう最悪な年越しやったんですけど、で3月にはね、あの YouTube からね、なんか5番が流行ったやん、間違ってバンされるとかね、あれも僕2週間3週間ぐらいやられたし、あとまあ今週ですね、なんか1週間の風、俺1週間ぐらい風邪ひいてんの、これ今病み上がりなんやけど、なんかね寝てね2、3日ぐらいで治る風邪とかってええやん、違うね、1週間かかんねんで、なんか喉が痛くて、喉が痛いだけやったらまだいいねんけど、鼻詰まりがね、鼻がめっちゃ詰まって、もう鼻水が止まらへん、もう咳止まらへん、くしゃみ止まらへん、もう最悪やん。なんか今年おかしいんやな、俺。まあいいこと、何があったかな、今回。今年何がいいことあった？あ、一人でも多くのチャンネル登録者が増えたことかな。あ、ちょっともうこんな臭いから言わんとこ。言うと思ったけど。よし、これはまあライチがアーティストなんで、アレフトは高級筆だっすね。高級筆だは説得するやったかな。はい、だからローボールヒッターじゃなくてハイボールヒッターをまあコス2は掴みたいっすね。よっしゃ、これサイリ姉さんデートしよう。あ、デートじゃん、妄想行こう。告白ですね。まあデート4回はさすがにきついかな。テク1で告白来たらちょっと行こうかなと思うんですけど、さすがにこのもう11月の後半は行けないかな。あ、ちょっと待って、サイリのあの目細めた顔忘れとった。ちょっとクリスマスまでもう少し。ルシファー復刻せへんかな、これ45にしたいねんな、マジで。さあ63、52、これまあ52でいいかな。サイリの評価も上げたいんですけど、52、うん、打撃いきましょう。やっぱ今日の目標はね、ダイドの神様、これです。本当にこれを掴むこと、あとサイリーと一つになること。よし、うん、評価上げます。多分これで初詣いけるかな。モテモテついてよかった。大丈夫かな、これミート52やから。あ、いけたね、連打のコツ1、あとクリストのミヤビから連打のコツ1もらえるかもしれないですね。評価大丈夫やな。うん、デート行きましょう。1回目、今まで打撃が C ですね。で投手と、走力が B、E か、で守備が D か、いけるな、おそらくいけるかもしれない。マインド
積極打法を掴むか。これ筋力上がるしね。さあ57、これはムードを潰すか。ムード潰してパワーヒッター降格を掴みたい。一個でも掴みたい。ありがとうタイエース。まあそうですね、僕結構野手育成やったら、まあ新島、3番新島かクラゲしか使ってなかったよね。やっぱいろんな彼女をいろんなコート出会いたいよね。いやーせっちゃんもねほんとかわいいんよ。あの子めっちゃいい子で、いい子でね。何をしとんねん。よし、情熱。さあサイリー、ちょっとここ大丈夫か。ちょっと俺あの細い目見たいねん。あここ、これこれわかる。わかるかなこれ、この細めた目、これめっちゃ可愛くない。俺これがもうめちゃめちゃ好きでさ、もうサムネイルにしたいぐらい。さあお、ダブルタックいきましょう。いいね、あれトリプルタック入ったら多分120ポイントぐらい入ってくると思うよな。野球が上手くなりたい。まあちょっとねこの時点で評価危ういなと思ったらね、まあ仲良くなりたいでもいいかなと思います。ダメだ、ついてるデーデー。よし、連打のコース2ですね。うん、タック、まあ招き猫持ってきてるんで妄想はね、まあちょっとだけでいいかなと思ってます。これ結構ね成功するからねマジで。よし、これ結構かなり掴んでくれるのがありがたいよね。あーいいね、いいぞ。ちょっと取れるコツ取っていきます。悪球打ち外せ、代打ヘッスラ、チャンスメーカー取るか。チャンスメーカー取ろう。でね追い打ち、まあゲッツ崩しは取るか。やっぱ連打取った方がいいな。あともう一回来た方がいい。ブロック守備職人耐えたり潰すか。よし OK。 ラッキーボーイ。あとはライチの2回目の銀得イベントが、まあ、成功してくれることを祈るばかりです。41、あ勝てない。ただパワーヒッター掴みたいぞ。いやええよキャッチャーコツ、キャッチャーコツいらねえよ。これは片目打ち頼むで、片目打ち1個でも掴んでくると楽やね。よしナイス。さあデート行きましょう。デート2回目ですね。あーいいね、美人さんやな。お前美人さんやな。多分俺可愛い子が好きっていうよりも美人さんが好きなんやろな。まあ可愛い子は妹にしたいタイプやな。ちょっと俺やめとこ。俺じゃなくなる。さて、まあ、あんまあげなくていいか。よし OK、 行きましょう。まあ、情熱エールとね、独身術がおそらく精神ポイント結構使うんじゃないかな。まあ、情熱エールは使うね。独身術絶対精神ポイント使うやろ。独身術やで。精神ポイントちょっと置いとくか。お、3000超えたぞ。いいぞ。セックス3行きましょう。これよね、招き猫持ってきたらね、ほんと不眠症サボり癖のイベント来るから、やっ
回なんだよね。タッグ行くべきか、いやここちょっと指導でいいか。次バレたいんやし、リベンジ。さあこれいけるでしょ。よし、だいたい8割ぐらいかな、僕これ成功、8割ぐらいで成功してるかな。お、トリ、ダブルタックか。これはダブルタック行くべきやね。はい、行きましょう。まあチームランクがね、あんまり上がりきってないのは正直仕方ない。うん、正直仕方ない、これは。67。OK、67いけたね。さあ、あと取るべきコツ。ラッキーボーイ、リベンジやね。連打はまだ置いとこう。あ、連打取るか。うん、ちょっと計画変更で連打取ります。オッケー。まあここ行ってもいいんですけどね、ちょっとわからないんでね、あのルシファー何が来るかっていうのが。やったらタックかつ指導の方はいいんじゃないかなって思いました。お、ラッキーノリ、センキュー。あ、いいね、いい感じで体力回復が余ってる。さあ不眠症のイベントはもう来なくていいよ。あれ寝れるって、寝れるって2月やったら俺もうめちゃめちゃ寝てるわ。お、いいね、ダブルタックかつ、ちょっと噛んだ、ダブルタックかつ指導。満塁男、あれ失敗したぞ。あれめった打ち失敗した。デート行きますか。打撃 B ですね。あとはね、まあ A を狙う、チームなんか A を狙うっていうやり方もありますけど、まあそれやったら打撃を S にしないとダイヤの神様掴めないじゃないですか。逆に言うともうチームなんか全く気にせずにね、もう打撃を上げることだけ考えたら方がいいんかな。ちょっと本当僕の口からはあんまりこれ言えないですけど、オッケー、デート行きましょう。デートこれ4回目かな。ちょっと姉ちゃんかっこいいな、主人公腹立つわさあ総合戦力 C ですね。まあこのフリソルミヤビタックもね強いから行くべきやね、行くべきなんですけど、ちょっとごめんなさい、ここ通院します。最後、最初で最後。よし、 もし失敗してなかったらあれもう通院せんとっかなみたいな、もう通院せんでええわって思ってました。さあ48、これ48行くべきやな、行くべし。8、オッケー。ちょっと情熱エールさっき取りますか。下の方やね。オッケー、情熱エールさっき取ろう。よし。まあさよなら男ね。さよなら男は多分天才ニュートロケ使った時は直撮りした方がいいんかな。まあここは行くかな。さよなら、よし、オッケー。まあミートコントロールが拒否、ミートコントロールで技術ポイント上げないとやばいな。あー、ソウル来た。いや、プルフィッターじゃない。てか俺パワーヒッターべき掴んでないんじゃないこれ。やべえ、掴んでねえな。で打撃が A いけましたね。31。あ、これうわ、ちょっと技術ポイント使ってもだな。
こういうのがあるからね。うん、こういうのがあるから、やっぱ指導から、あ、指導ってかの、基礎ポイントからね、振っていた方がいいですね。青徳を先潰すっていうよりも、うん。まあ今これセクサンやから助かってますけど、まあ守備が上がらないからね。さあ、うん、タック行こう。オッケーオッケー、いいぞ。技術ポイント取りたい。タックラン大丈夫かな。アベヒーパーワヒー攻殻1回ずつ来てくれるだけでだいぶ違うねんけどな。ここだよね、なんか天才育成とかやってる時ってやっぱそういうとこだよね。うん、パワー AK いた。うん、片目打ち取ります。逆境骨、はい、 OK、 いきましょう。いいねいいね、やっぱ打撃の打撃者代打の神様を、もうひたすら狙っていこう。もう電光石火降格法はね、来ちゃあかんやつやからね。4900、うん、ラストいきましょう。早いな、ほんとここまでが。ラッキーセブン、なんかが総力が B になったかな、足 B が B になったか。これサイレンの評価若干ね、若干足りてないんだよね。あー少しか、独身術少しですね。これって絶対少しなんかな、あれこれ3掴む時もあるよね絶対。で独身術があめっちゃ使うやんこれ、なんぼ210、350も使うのこれ、高っ。サイル高いやんめっちゃ取られるやつやん。66、これはねここ行ってパワーヒー降格ですね。一個でも掴むっていうちょっとこすいやり方、こすくはないね。作戦作戦、ちょっと抑え評価上げよう。上がってるんかい、なんか全部上がりきってるやん。おっと指導が、まあいいんですけどね、これ指導は本当に A いかなくて。さあどうしよう、あーレーザービームいらんかったなレーザービームいらんかったおいちょっと指導何も来てないやん。呼吸やっぱね、守備が上がりやすいよね、どうしても。呼吸とか守備とかね。まあ、打撃 S にしたい。S 目標で。で、こういう時ね、まあ、57いけるんだけど、これ守備やからね。で、総力まだ C やから、僕総力いきます。なかなかね、ちょっとこれ来てほしいっていうコツが来なかったサクセスでしたね。弾道さん、ね、そんな独身術使うか、ちょっと取るか、せっかくならちょっと取ってみたい。本来ならばね最後に取るべきなんですけど、あれやんね、相手の投げる球種が分かるんやね、たまにたまにやだよ。うん、お待たせいたしました。
あの札幌大会のね生放送見てて独身術ええなと思ったんですよね。前回の大阪大会かな、あれで優勝した方、まあ、名前はちょっと僕の口から言えないんですけど、めっちゃすごい人や、優勝できるってね。俺その人からツイッターフォローされとってね、まあ、全然気づかなかったんだけど、びっくりしたね。と思って、え、この人やみたいな。で俺ツイッターのフォローしなかったからね全然フォローしなかった、全然気づかなくて。みんなね、ツイッターとかのお知らせ表示してるやん。あ、これ独身術だね、今。ちょっと俺独身術で空振りしたよ。みんなツイッターとかあれ、多分お知らせ表示してるやろ。俺してないからね、全部ミュートにしてるから、気づかないんだよね。インスタグラムも。あ、いいな、独身術。めっちゃええやん。てかリアルスピードをやった後にこの普通のスピード全然俺感覚合わへんねんけど。やっぱほんまね、もう何回も言ってるけど遅い球が苦手でね、やっぱリアルスピードは俺得意やったかな。87、いやこれどうする、タック行くべきか。でもこれでちょっと打撃伸びてほしいな。オッケーオッケーオッケー、そう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 、いや分かってるやん、ルシファー。てかイベント全部完走した。1個2個3個4個56、あ、いけるね。よしよしよし、オッケーオッケー。アーティストなんぼや、310、ちょっとめちゃめちゃ使うやんめっちゃ使うやないか。はい、よし行きましょう。まあこのままね、まだミートとかね、打撃筋力ですね、この練習指導を追ってたらチームワーク A いけるかつ打撃 S になると思う。あ、やっぱこれね、パワー比とか広角ついてなかったら不安やな。パワーはまだ A やからあれですけど、あ、これやっぱスタジアムとかで独身術だったら結構楽やね。普段こんなん見逃してるもんね。お、満塁チャンス、独身術ついてない。お、ラッキー。いや、厄年か、厄年ほんま気にせえへんな。なんか日本やったらね、日本やったら厄年って言うやん。でも海外、特にアメリカ、イギリスとかやったら、あちょっと恥ずかしい。いつ恥ずかしい。まあ海外とかやったらね、多分悪魔とかなんですよね。厄年っていうんじゃなくて悪魔っていう、なんかそういう映画よくやってるでしょ。なんかね、まあ厄払いとか言ってるけど、まあ神社僕ほんと好きなんですけどね、おみくじ引いたりするのかな。いやー、厄払いはしたことないな。いや、死に行けって言われとったけど、結局分かった分かった言って死に行かんかったからな。さあ広角取ります。うん、あ、てか通り4やん、マジか。置いとくか。高級筆だわ。まあ直撮りの方がいいんかな。まあ直撮りでいいかな。阿部ヒパワヒを掴むんやったらもう取ってしまう、ハイボール取ってしまう。お待たせいたしました、5番。ほんとね、サクセスって、まあ、運要素もあるんですけど、まあそれも実力のうちとは言うんですけど、なんかうまくいってない時に限って阿部比広角とか掴むやん、指導で。でなんかうまくいっとう時とかね、まあ、そういう時に限って、まあ、なかなかいいコツを掴めないっていうのは本当によくありますよね。5番、
天才の入部届け使った時とかだったらもう発狂してるよね。でも独身術結構いいなって思う。まあ、2回戦ブンブン出てきた時とかね、まあ決勝暁の一ノ瀬じゃないですか、あいつスクリューばっか投げてくるやん、スライダーとか読めるか、ね、読めるっていうかまあ書いてるから。まだいくか、勝負。いやいやいや、もう気分屋いらない、マジで気分で気分屋取るのやめて。やばいぞ、そろそろあんまりガツガツ人を行きすぎると他が A になってしまった時マジやばいから、うわーパワーヒアベヒバーつかみたいな。うん、行きましょう。まあ金徳とかは本当に最後に取っていいと思います。うん、お待たせ、甲子園まであと2回の裏、しらす攻撃に入ります。先頭バッターは赤井、投げた、打ちました、痛烈、いった、入った入った、しらす追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で赤井初球から打ってた、鈴木二塁は三塁へ、しらす1点入りました。低めって難しいよね、なんかパワーヒット角ついてない時の低めって難しい。攻撃に入ります。トップバッターは赤井、こういうのなんか見逃した方がいいんやろな、高めとかの方がやっぱ放り込みやすい。第2球、こういうボールやね、投げた、打った、いい当たりだ、センターバックちょっとそれで入らへんってやばいや、ヒットを放ちました。いや、ここで打つ、ここでホームラン絶対、よし、オッケー、打ちました、これはいい当たり、センター、よし、決勝進出、チャンス、甲子園出場。さあ、残り3ターン、いや、どうしよう、休むか、休みましょう。まあこのデッキちょっと技術ポイントがやっぱ不足しましたね、そう敏捷と、うん、まあ僕のちょっとこのサクセスの下手さっていうのもあったんですけど、まあ、ミート A にできると思ったんだけどね、僕は本当にまあ宮城のタックあんまり踏んでなかったっていうのもありますね。投げた、これはいい当たりだ、いった、入った入った、同点で迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面で赤井初球打ってきた、やっぱ低めのボールをスタンドに入れるのはバッターランナー1塁、ホームヒッター持ってなかったら厳しいな。シラスリードで迎える6回、ストレートだね、オッケー、ワンアウトランナーなしという場面で赤井打った、これは強烈、いった、入った入った、シラスリードで迎える6回、だから僕はやっぱ鼻声じゃない、今日2本のやっぱ鼻声だよね俺、赤井投げました、打ちました、痛烈、なんか2、3日でね、治る風とかやったらまだいいけど、1週間はきつすぎるね、やっぱり。さあ、どこが指導だ、いやー、ここ行ってね、ここ行って守備が A とかになってしまったら、ここに来てもったいないからね、ちょっと技術ポイント上げていこう。よし、これ一発逆転がまたね、新たに追加されましたね、あの精度方向の、はい、ガチャの時から。お待たせ、生田の課題を2回の裏、1点を追いかけます、
シラス攻撃に入ります。先頭バッター。いいね、ナイスバッティング。その軌道好き。その軌道のホームラン好きやで。さあ追加点のチャンスを迎えました。激おこです。ゼニガタ、激おこです。投げました。いやこれ回線おかしない。大丈夫ですか。あのノーアウト2、3塁結局あれ点取らなかったんや。この回の先頭バッターは赤い、今日2打点、初球打って出た、フェンス直撃。いややっぱ低めはもう狙わんとくかな。2塁も狙う。しらす追加点のチャンスです。ハピヨン、ランナー2塁という場面で赤い打った、これは強烈、いった、入った入った。ご覧しらす、俺なんでレーザービーム取ったんだって話やん、思ったけど、いつも外野でやってるからかな、くせえだ。これ74枚あげよう。多分総力は A ならへんと思う。大丈夫だよね、やめてよ、ここで総力 A なんの。それだけは本当に俺誤算やからね。嘘やん、嘘だろ、恥ずかしい恥ずかしい。パワーヒッター取ります。ちょっとね、今の気のせいですね。投手 B、 打撃 A ですね。で走力、走塁 B、 守備 B、 OK、 大丈夫、よし、打撃の神様、代打の神様決定、よし。でもまあ代打の神様 S にしたかったね。お待たせ、あれ打撃 S にしたかった。俺 S にする予定やったからね。他が B なんでよかった。投げました。あーちょっと打てへん打てへん。切って振っていきました。第2球投げました。危ない球。第3球を投げました。あー独身術欲しい。追い込まれました。もう一の次は常に独身術欲しい。投げた、打ちました、ツーベース。まあいう遅いピッチャーはね、こうゆっくり見る、なんかゆっくりこう見て打つ、これを心がけてますね。ツーアウトランナー二塁という場面で赤いマシンメトランナー破ってんかった。赤いヒットを放つ、やばいぞ。同点で迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で赤い、オッケー。俺やっぱレフト方向好きやね。シラスリードで迎える8回です。ああ、どっちも1回だけでしたね。赤い投げた、低め際どいボール。第2球投げた。まあ今回みたいなチャレスタとか抜けた、赤いヒットやったらね、独身術結構ね、かなり有効かなと思いましたね。普段はね、まあでも独身術持てたら結構楽だよね、スタジアムとかでも。ただ経験って70、70、70、140やった？でかいな、あれ。350はでかい。さあ、ちょっと本当に電光石火、こんといてください。マジ俺、大道の神様を目標にやってたのに。あ、広角の交通を、広角の交通つかむんや、ビログで。ちょっと。俺電光石火掴んじゃったやん。一回上げて A になったら、 A になった電光石火を掴むって、ずっと置いてきた大豆の神様は掴めへんの最後。まあちょっと今回の目的はね、そうっすね、今回の目的は、まあ、サイリと付き合いたかったっていうね。はい、それにします。いや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 、電光石火掴む？おかしない？こんだけ貯めた貯めた精神ポイントも。ちょっと待って、これはあかんで。みんな、どう頑張っても精神ポイント214余るわ。まあいい、まあいい。ちょっと練習でね。ちょっと今回ね、ちょっと代打の神様、本当にやりたかったんですけど、ちょっと最後に本当、予期せぬアクシデント。うん。Yeah.
まあでもこれからね、本当にちょっとダイナの神様を本当狙って育成していきたいかなと思います。ちょっと今回有言実行できなくて本当すいません。はい。これで S5 ですね。まあ電光石火使わなかったです。うん。で、阿部ひもつかめてないですね。はい。また次回の動画でお会いいたしましょう。もしこの動画楽しんでくれたらぜひチャンネル登録、高評価教えてください。